The person who says the stupid things in the video is either the president of Brand Buyers or just an idiot. Good kids, shitty kids, and adults who are mentally young. Please don't try to imitate it. こんにちは、ブランドバイ社長です。グレートランド響きです。まだまだ続きますとか、当分続くかもね、買い付け T シャツです。はい、ですね。はい、今回は、はい、バンティーです。バンティーですよ。はい、うん。まあ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 、いいんじゃないでしょうか。ということで、もうささっといっていいですか。あ、行きましょう。行きましょう、はい。最後までご視聴よろしくお願いいたします。いいねしてくださいよっていうか。あ、最近ちょっと。うん、サボっとるやろ。元気がないですか。あ、パパってするだけなんだもん、もうどうせ。からね、見てだけだから iPhone でまた、うん、その消さないといけないんですね。 P の入れ方教えておこうか、編集、はい、ちょっとお願いします。はい、ということで最後までご視聴よろしくお願いいたします。行ってみましょう。はい、これはね、あ、結構ね、うん、はいはい、ジャペインではね、はい、不遇な扱いを受けてるわけですよ、はい、海外では高いのに、はい、なんで片言なんですかバッサファです、うん、バクリかっこいいのこれ。結構入荷は久しぶりになりますかね、うん、結構不遇やなという、うん、バッサファの T シャツの中ではかなりお求めやすいレンジのものになるので、はい、それも含めてご検討いただければなと思います。あの夏の方がこれ着てたらかっこいいかなって正直思うんですけど、はいはいはい、先物買いでどうですか。まあ、バッサファを T シャツ買われる方ってね、はい、結構感度高い方ないし本当に好きな方だと思うので、そういう方にはちょっと季節なんて関係ないかなと思ってあえて選ばせていただきました。お願いします。はい、なんだかんだで売れまんなこれ、まあ、これはもう鉄板中の鉄板、ブロッカメ XL、これとブードゥーはね、はい、売れまんな。まあじゃあちょうどいいんじゃないですか。もう金額的にもなんかそのデザイン的にも、うん、今度買ってみようかな。あ、これですか、うん、あったら着るんじゃないですか。なあ、でもそういう T シャツだと思います。なんかインナーにちょうどいいなと、うんうん、まあそんなバックプリこっちのタイプです、はい、タグ残ってんのね。残ってます、残ってて XL ブロッカム、はい、はい、素晴らしいと思います、はい、程度も良いですよ。まあいい感じの色抜け W94 なんでね、はい、よろしくお願いします。久しぶりな気がします、はい、店頭先行出した以来かな、ね、ワールドツアーレイジアゲンストザマシーンです、うん、色がすごくいいです。いいですね。あ、これからフェードして、まあフェードはしてますけど、黒がフェードしたわけじゃなくて、はい、チャコールがちょっとさらにこう濃淡がついてるっていうか、グレーとね、うん、薄い緑混ぜたようなね、コンクリート色っていう、それがチャコールっていう何言ってんの。そうそう、まあ本当本当いい色ですね、はい、天然出ましたねなんであえてチャコールを説明したかっていう、なんかそう全身白やろにあ、そうですね、はい、ということでレイジの T シャツの中でも、まあ、隠れた名作というか、うん、まあ、レイジ好きの方は当然ご存知でしょうけど、意外と存在知らない方もまだいらっしゃるかなと思います。あの値段としてはあのチェゲバラドーンよりかはお求めやすいですけど、流通数としては全然少ないイメージですので、うん、はい、ていうかまあそうでしょう、少ないと思います。少ないと思います。お願いします、はい、ポイズンですよ、ポイズン、はい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 、これ前売ったな。売りましたよ、テラテラの言うて売りましたで、はい、9枚出してこれだけ残ってて、はいはい、そうでしたっけ。で僕の友人から、え、なんでポイズン残ってんのって LINE が来て、あ、はい、それを僕がスクリーンショットで上げたらすぐちょっとお買い求めください。助かりました、ありがとうございます。もう花持たせていただいて本当にありがとうございます。これはかっこいいんですよ、はいはい、ジャック・ダニエルでさ、わねそう、なんかなんか改めて見ると、うん、このやっぱグリーンの色いいなとか思っちゃいます。これないとなんか、うん、コピーライトは、コピーライトありましたっけ。コピーライト ありますね、1989、TJ's の L に今なるんですけど、いいですね、はい、まあ、これのパシッとね、はい、来てね、はい、まあ、カーパンとか履いてほしいもんですけどね、はいはいはい、カーパンちょっとハードル高いというんであれば、はい、まあ、スリムなパンツでね、うん、靴どうしましょう。これでもチャックテーラーとか、まあ、それはちょっとちゃうっすけど、僕ブーツカットにブーツとかでもいいやんと思って、ね、ああ、すごいってますよ、うん、なんかすごいすごい一瞬あっていいと思う、うん、すごい、はい、うん、ですので、よろしくお願いしま す, しますかっこいい T シャツ、ダークソラヤマです。ダークソラヤマ、また新しい名前つけたんですね、はい、はい、まあこれはもう説明不要でしょう、毎回完売しております、はい、いいフェー ド, いいフェード、ね、サイズ感もかなりいいです、はい、
お願いします。詳しくは、概要欄の URL から、まあ、あの写真、平置きの写真の方がよりこの色落ち濃淡の感じ分かりやすいと思いますので、はい、映像よりぜひ見てみてください。お願いします。久しぶりかな、はい、ガンズのユーズユーイリュージョン、これバクブリすごいな、歪み方が、はいまあまあはい、最高やなこれ。すごいっすよ。すごい。もう一個このワンサイズフィッツオールっていうブロッカムのサイズ感がね、やっぱどうしてもワンサイズフィッツオールでかいんですよ。そうそう、でかさがいいっすよね。だからブロッカムの縮みんだ XL っていうのがちょっとちっちゃいなっていう方にはぜひともおすすめしたい、はい、何人か顧客の方のお顔を思い浮かんでます。いいサイズ、ほんといいサイズ。はい、お願いします。買ったのか。え、はい、何人かって言ってましたけど、どう、何人か分かりますよ。あ、ほんますか。相手はもう言いませんけどね。はい、さ、はい、してください。これは言ってた方がいいですよ。はい、ボンジョビ。はい、ボンジョビ。これはね、はい、珍しくね、はい、ボンジョビがかっこいいんですよ。ボンジョビ、まあ、ここ書いてる。だってボンジョビの顔映ってないから。あ、まあ、ボンジョビジャンプ。はい。荒いですね。それがいいっすね。見せて見せて。蛇側のパンツ履いてるから。あ、これ蛇側なんすね。そうちゃう、これだって。何の柄か分かんない。もうウエスタンブーツにお前、はい、すごいで。ワルツは Q3。はい。かっこいいから、はい、すごい顔出すやん、はいはい、ボンジョビ、はいはい、まあまあそうですね、イケメンですから、ね、そこがね、うん、難しくない。まあどう、あれはね、でもまあまあ、うん、結構僕好きですけどね。これはいいですよ、 80s 乗りの配色で。そうですね、ボンジョビジャンプ、はい、なんか全体的にものすごい整ってるから、うん、まあ着やすいっていうのがいいかと。かっこいいなって僕は思うんですけど、このボックスシルエット、いや、これはね、好き嫌い分かれないと思う。普通にみんなかっこいいなと思ってくれると思う。はい、お願いします。はい、マリリン・マンソンからかなり久しぶりの入荷です、はい、ポートレート&アメリカンファミリー、はい、You cannot said it all the thing you hate said it the date って意味が分からないんで、笛さん略してください。デートって意味ないです、僕もそれだけ分かんないあとはまあそうっす、まあ普通にマンソンのなんかまあ、いい T シャツっていうか、まあまあまあ珍しいですよこれ、ね、ちっちゃいサイズめっちゃ多いし、あ、そうなんす、このサイズ感でこの T シャツ出ることはほぼないと思います、まあ、ようわからんテロンテロンのリプリント読みますけど、はいはいはい、はい、サイズ XL ですね。いいですね、はい、お願いします。あのマリリン・マンソンコレクターの方多いと思いますけど、はい、行ってください。はい、レッチリロンティーラストです。サイズ、あ、L なんやって、結構大きいですね、はい、まあ、前回も出しましたけども、かわいい、はい、ビンです。これはだからほんまにもうさらっと1枚で咲いていただくかなんか。ネイビーがですね、うん、結構いいなと思ってまして、なんか、ね、あんまやっぱ黒白がどうしてもって感じですけど、うんうんうん、ネイビーって案外何でも合うから、僕持ってないんですよね、ネイビー、うん、だからちょっとそろそろ欲しいと思ってるんですけどね。ブラウン系のね、アウターのインナーとかに合うと思うんですけど、ね、あ、いいっすね、黒とかよりかは、うん、ブラウンとかベージュのなんかインナーに使っていただくとすごくいいかなと思います、はい、これもまあフロントのアヒルちゃんももちろんですけど、バックプリントが僕は秀逸かなと。そうですね、はい、思っております。はい、以上です。以上です。ということで本日も9着ご紹介させていただきました。本日夕方夜6時から店頭にてご試着及びご購入が可能、夜9時から各概要欄オンラインストアにてお買い求めいただきます。僕的にはね、バッサファこれ本当いいと思う。あとポイズン、うんうん、あとボンジョビジャンプ、ボンジョビジャンプ、はい、なんか個人的に結構グッとくる T シャツが多かったかなというイメージです。と、はい、いうことです。いいねしました、ここでね、押していただいて、押してどうせピーばっかしてるんやから、自分で言うスタイルもいいですね。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。ブランドバイヤー社長とグレートランド響きでした。バイバイ。